そうだよ、さあ、ちょっと始まった。匠さんのね、神企画があるんで、はい、先にみんな、おーいそっちのカメラ、そっち、そっち向いてほしいなホームビデオだろ、これホームビデオ YouTube でこうやって撮るんだっけ。そう、久々に見たらなんか、緩くなってたホームビデオでしたね、今ホームビデオなんですけど、はい、はい、字が政治すぎて読みにくいそれはある、あるんですけど、ね、これ英文法の用語を集めたんですよ。普通は知らねえだろっていうマニアックなもののみを集めましたんで、うん、メンマとかその中でないものを選んでくださいね。いやー、メンマかメンマ怪しいな。無意地なものを1個入れて惑わすっていう。もうメタの方法使うな。終盤やれ。そうそうそういうの。そうそうそう、これ引っ掛けで英語の なんかなんですか。全部文法用語です。メンマ関係ないですよね。メンマレンマ。あるかもしれない。かもしれない。複雑な。だからちょっとね、あるものをどん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 言ってってもらおうと。あるの。それで、そう、それで5つ残れは。オッケーですね、はい、ないもの選んだら、そう、寿司なしで、そうでかいとか、そうですね、あとカンタロウ系にオートマシ、俺でビデオ出るだけだったおっちゃんからいきます。やだー、はい、あるものを言えば、そう、あるものを言ってってください、ね、そうです、はい、はい、じゃあ、ありそうなやつから、はい、瞬間動詞、おお。結構攻めて瞬間動詞だね、瞬間動詞動作が継続しないようだね。瞬間動詞はあります。結構楽しい。レイジシロルどういうので瞬間動詞なんだよ。だからだろ、多分動作が継続しないもんだろ。動作が継続で一瞬で終わるものですね、うん、そのままじゃないか。ホール、チルとか、あ、ダイも死ぬ。で、これは英語の時と日本語の時でテイルと ING の意味が違うっていうので有名。日本語は止まっている、はい、壊れているって全部終わった後の状態を表すのに、うん、英語はその途中を表す。あ、ストッピングって止まってる途中ですね。止まろうとしている、フォーリング落ちている途中、そういう。なんかいいですね。そう、勉強になるね。そう、いいのを選びました。さあ、うん、さあ受験生。英語が一番有利だな。英語が一番有利だな。はい、何でもいいんですか。はい、じゃあレンマで。超攻めない。攻めて超。この中でさ。最後に残るかと思った。だってこれどっちかが絶対違うよ。1個をダミーに入れてるって見え見えじゃんね。ちょっと分かんない。それ両方セットのフレーズかもしれないですけど、でもね、はい、いいんじゃない、はいはい、レンマは数学用語だったら、レンマはあります。おお、よかった。レンマは辞書系ですね。辞書を引く時のあの原型の形のことをレンマって。だから ING とかほら ED ついたりとかあるじゃないですか。形いっぱい変わるじゃないですか。でも辞書を引く時って原型の形ですよね、うん、あれのことをレンマ。え、それは何語ですか。日本語ですか。日本語ではないですね。これで日本語だってカタカナ書きしましたから外来語です。いや、まさかレンマを最初に説明するとは思わなかった。すごい取れたから、うん、ですね。だからギブ、これでだいぶメンマが生き生き。確かに確かに。いいですか、じゃあ、はい、なんでみんなこれ選ばないかわからない。関東詞はあるじゃないですか。あ、正解ですね、あります。関東詞見落としたでしょ、はい、アーとかアラスとかいっぱいありますよ。あ、アラスアラスっていうの英語の、英語のアーみたいな。あ、アラス、はい、日本語でもね、そういっぱいあります。お、さすが気づきましたね。一番簡単な単語なんか、ね、あったんですよ、知ってるやつ。あともう1、2個ありますね、すごい簡単なのが。さあ、じゃあ簡単な、はい、数学用語があるんだけど。どれ。位相。位相、うん、トポロジー。位相はちょっとありそうみたいな。トポロジー。トポロジーはあります。おー、何なんだろう、どういうことだろうな。トポロジーだ、形力だって何。どういう意味でしょう、位相って。英語ではどういうふうに、うん、音節の位置が同じ。あー、なるほど。じゃあ違う。なるほど、そんな考え方あるんです。位相はどういう場面においてどういった言い方をするか。カジュアルなとこだったらカジュアルな言い方をするって。それ位相。TPO みたいな。まあそうそう、 TPO みたいな場面、場面にあった。まあレジスターっていうことが多いですけどね。さあ、もちろん回ってきました。いやー、どうしようかな。今ね、関係不定代名詞と不定代名詞っていうの、この関係がついてる。おお、はいはいはい。2つ。どっちもありそうなんだよな。じゃあ、助走法で。おお、飛んだ。助走法。助走法はあります。すごいな。はい、助走法なんだと思います。半日仮想的な感じだった。おお、はいはいはい。なんかそういう if 的な。はい、助走法は仮定法の別名です。あら、じゃあ、じゃあ半日仮想ってんだ。そのままで合ってる。すげえ、半日仮想って知ってるの、レイちゃん。なんですか？半日仮想。半日仮想。いや、多分コムで出てるね。コムで出てる今。さあ、受験生、さあ。私は
じゃあ破壊文で。破壊文。面白いやつすごいやつですね。面白い、ね。破壊文は。例文が気になる。ありません。これ椅子なし。椅子なし。椅子なしで。二流ユーチューバー。あ、そうや。二流ユーチューバー。破壊文はありませんね、そんなの。立っちゃうとなって画角から出ちゃうから。いや、破格だったらあるんですね。破格。ないやつっていうのは嘘のやつを、森鉄のないセンスで作り出したんでしょ。そうそうそう。ないセンス。多分、レンマメンマあたりも。じゃあ、大不定詞。大不定詞は、あります。はい。聞き覚えあるぞ、これも。あ、大不定詞知ってますか。これは別に習ってれば、載ってる参考書も普通にありますね。to で終わるやつですね。to で終わる。全然例文が出てこない。you can come if you want to.to で終わりですね。If you want to, if you want to come が省略される。省略した時のことを。そうです。いわゆる代名詞みたいに代わりに、はい、to だけでやってる。うん、俺、はい、これだってね、絶対大丈夫なのが、森鉄先生が嘘を作ってるでしょ。ってことは、森鉄先生の日本語の語彙力で嘘を書くわけでしょ。そう。ってことは、気球っていう言葉はね、森鉄先生もね、日本語能力がないんで。そんな出し方卑怯な考え方だな。一発目からってでもないですよ、うん。書き始めるタイプ。確かに確かに。気球法。全部読まれてる。あるんだ。最初4択作ろうと思ったんですよ。だから気球法、気候法、飛行船法とかね、バレるなと思ってやったんですよ。うん、そう気球法。わかります？お願いしてそうですよね。そうそうそう、そういうことね。貴重そうですね。貴重。貴重。希望の貴重。とか。スターウォーズ好きな人とかはね。でも気ガスとかは薄いっていうじゃん。まあ、気がする気に今変わったんだけど、はい、へぇー、はい、このアスパイカンメイダーフォースビーブっていうみたいとアレみたいなあのメイ、地球メイフォースイズユー、そうそう、そのだメイユーサクシードとかね、成功しますようにとか、メイフォースイズユーでしたっけ、ビーブっていうビーブ、フォースビーブ三巡目、じゃあ、暴格でおぉちょっと破壊文が NG だから、はい、暴力系はそろそろいけるだろうと、合格、うん、離れてるしね、ちょっと、ああ確かに、あ、赤だ、青もある、合格ありますいやー、ワンパターンすぎるな、ワンパターン知らなくなりました、引っかかってるな、もともと考えたのはちょっと違ったんですけど、三流英語にする破壊文見て、あ、これ合格にすれば多分どっちか選ぶだろうなって、そう裏を読まれてかわいそう、そんな怪事みたいなことしてるどうせ高学歴 YouTuber だからそういうことしてくんだろうなと思ったんでね、やりましたね。まあ、なんとか格っていうのは本当はいっぱい、脱格とか社格とか習ってない格いっぱいあるんですけど、合格はさすがにないと思う、そんな裏を読みすぎました、はい、さあ、ルイちゃんいきましょう、はい、上渡不可能名詞、お上渡不可能名詞を長いやつ、なんか自分がどれだか取ろうと思ってやってないですか、これもさっきと同じ理由で森天先生が作れる嘘じゃないの作れるでしょ、これぐらい多分上渡の上は漢字で書けないなかったら書けない、うん、だからこう消してますかね、こう間違って本当だ、本当だ、上渡不可能名詞ありますね、なんだかわかります、上渡不可能名詞渡せないそのままじゃそのままですけど、どういう名詞が上渡不可能名詞か、上渡皆さん持ってますよ、譲渡不可能名前、あー譲渡不可能、心臓、あーそう、体の部位、おーすごい、職は基本はそれですね、基本は所有格を持って使うもの、あー、マイなんとかとか、ヨーなんとかとか、なるほど、だから体の部分とか、あとは親族、はぁ、あーなるほど、マイブラダーとか、マイシスターとか、マイがファーダーとか、そういうのが譲渡できないじゃないですか、ブラダーをあげるとかっていうのできないんでっていうやつです、おぉ、さあさあ、指示形容詞で指示形容詞あります。はい、あ、はい、聞き覚えある、これも。これは、まあ、指示、代名詞形容詞的に使われる。that man とか、this man、どうす、何々とかっていうのは指示形容詞ですね。順調すぎて、申し訳ないな。さすが。さあ、勘太郎さん。だって抽出話法ってありそうじゃん。抽出話法、バホって書いてあるの、これ抽出って言うんですか、これ。あ、これ抽出ですか、これ。これで先生がミスって負ければ。あれこれ中なんですか。でも逆に、まあ、こうカットして逆にありそうです。これなんて言うんですか、じゃあ。じゃあ読めないから他のにする。おー、他のにするんだ。母音交代。母音交代。母音交代はどこにいるの、母音交代。迷ったってことはあるの、はい。あります。母音交代は。例えば、不規則変化の動詞とかですね。sing、sang。うん、あそこ母音だけが交代してます、なるほど、 ED とかつけてない、はい、そういうの母音交代になりますね、そうなんだ、はい、勉強になる、ランランランですか、そう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 、ランランラン、はい、そう、はい、はい、もちろん勘太郎さんが読めなかった病室話法、はい、病室話法はあります、おー、
はい、昔でも東大の英語はこれを通ってましたからね、病室和法っていうのも。直接和法でも間接和法でもない混ざった和法、かなり難しい。 She would do it は、まあ、例文であったとして、普通は She said She would do it、 間接和法の中身だけで出てくる表現っていうがかなり難しい。私のまあ専門のうちの一個、専門があるんだ、はい、視点っていうのが一個専門なんで、そろそろ危なくなってきました。俺も大体分かって、どっちかになる。そうだ、そんな選べる。いや、だから2文字2文字のやつはどっちかが正解で、どっちかが正解な気がする。そう、そういうやり方 ね。漢字2文字の方で、はい、三国志のキャラだったら使いたいので選べば。あ、それはそうなるともう翔王。そう、ね、翔王、もう完全に人の名前みたいな。翔王が翔王になっちゃった。翔翔王でいいですか。はい、翔王で。あれだってね、作れない。作れないですよね。作れないやったー。まあ普通の代名詞とかね、指示語とか、称号じゃない、称号ね、称号イットとか指してるわけじゃないですか、称号してるイスとかサッチでもそういうんですよ。はい、関係不定代名詞、関係不定代名詞はあります。無理だ、はい、まあ習ってるないか、まだ基礎だから多分。あのね、それっぽくて怪しいの一個で睨んでんだよ。ちゃんとやってんの僕だけだ。そうそうそう、意味考えてない。もうね、絶対なので、ね、両立分子構文、あれ怪しいんだよ。なぜならばね、きっと分子構文の前にちょっと似た言葉、両立に似た言葉が、ね、はい、本当はある。なるほど。でそれでパッと両立を合理的先生が浮かんだ嘘言葉。なんかあれ選んじゃダメだよ。多分あるだろうっていうのが分離不定詞。分離不定詞はありますね。うん、あ、はい、まあ、多分 2がどっか行っちゃってる。2がどっか行ってるっていうよりは、to do の間に副詞が入ってるんですよ。to completely finish とかですね。意外と残ってるじゃないですか、ちゃんと。結構いいとこまで行ってるじゃん。うん、いいとこまで行ってる。いや、もうこれ行きましょう。不定代名詞で。不定代名詞はあります。ああ、よかった。どっちもある。そう、あったんですよ、両方。いや、両方ありそうだけど、なんかこうやって習うと引っ掛けかなって。いや、だから代名詞の中で、まあ、いわゆる t っていうのから、だとかじゃないですか。代名詞であれば、this とか、なんか決まってるものかなと思うんですけど、いや、そうではないですね。代名詞にも決まってないものってあるね、some とかね。代名詞なんだけれども、決まったものが everything とかもそうですね。代名詞なんだけど、特定の決まったものはないっていう、そういうの不定代名詞って実はいます。配置で考えれば。続けて書くってよくあるんだよ。あ、なるほど。人ってね、ランダムに配置しようとするとそういうことか、ちょっと続けて行きたくなったりすることもよくある。じゃあ、うん、あ、でも逆に接続動名詞がある、ね、がある、はい、接続動名詞はありません。2回見せたらどうなる、画面から消える、画面から消える。もう勝ちなし。いや、うつづく寿司食わずに帰ってもいい。やだやだやだ。勘太郎さん家にお泊まり。絶対やだ。絶対やだ。あ、寿司がです。ああ、さあ勝ちなし。さあ減りました。はい。幇助動詞。幇助動詞はあります。うわー。はい、普通に皆さんが助動詞って呼んでるものですね。キャンとかメイとか、ああいうやつのことを幇助動詞と言います。俺、はい、毎度毎度なんか同じ手法で悪いんだけど、森手先生に作れない嘘の漢字選べば、疑似分裂文。疑似分裂文嘘で作れないよ。作れないよ。疑似分裂文あります。あ、いやでもこれはね、作れるんですよ、僕らは疑似。じゃあ、じゃあそれに似たこと作ってみろよ、パッと。いや、疑似同名詞とかいくらでも言えるよ、疑似不定詞とか。これ修度っていうんですよね、修度。分裂文って他にいろいろある。分裂文は協調構文のことね、日本では。で、疑似分裂文っていうのは、例えば I need money ってあるじゃないですか。でもそれを What I need is money。 そんな悪いから分かんねえ。いや、What I need is money っていう風に、あれはまさに前に What で持ってきて強調してるみたいなんで、あれも分裂してるんで、はい、というのを疑似分裂文って言います。2つですもんね。うわー、これは残り2つは大体もう目星はついてる。いきます。はい、両立分子構文。あー、やっちゃった。あー、嘘。さっき俺がこれは絶対嘘だよ、作れる作れる嘘だよって言ったのに。両立分子構文ありません。あー、ほら。あー、消えちゃう、もっとさよなら。え、わかります、元々のやつ。そう、カンタラとかも言ってた、まあ、そのままですよ、元々あるやつを。独立、そうそう、独立分子工具、どこを量に変えてあげる。一人まんま教えてくれたのにね。そうそう、まんま。これは作れちゃうよって、はい、忘れてました。さあ、1対1ですよ。あ、ルイちゃんもうダメ。いや、もう2人が、もうこれ残り1個嘘でしょ。そう、残り1個嘘。じゃあ、十分はあるでしょ。はい、十分あります。
へぇー、はい、あと俺が行く自分は主節が安堵で2つ並んでたりするやつ。ああ、そのままなんか簡単だった、はい、それを十分と言って、はい、で、従属接続詞で狙ってるやつは副文って言うんですね。従属接続詞があって聞いたことあるのかもしれない。なんで副文と従文、昔は結構教える人多かったですよ。従文と副文の違いはとか、最近の先生はもう教えないと思うんですけど、怒ったのは俺が正解選んじゃったら俺と匠さんはもう無事です。そうそうそう、全部クリアとか。で、普通に考えればレンマを書いたついでにメンマ書いちゃったんでね。あなたセットが嫌いですね。で、第一助動詞を嘘にするならまあもうちょっとだから第二助動詞で、だから第一助動詞あるんで。あるんですね。うん、第一助動詞はある、あります。はい、そうでしょう。第一助動詞はさあ何でしょう。じゃあこれね、意外とね知らない人が多くて、別にこの名前は知ってなくてもいいんですけど、キャン、いいえ、ウィル、いや、いいえ、だそれは法助動詞です、うん、全部。だから、法助動詞じゃない助動詞って普通習ってるのに知らないです。だから、俺授業でやると知らなくて質問が殺到する。べし。うわ、なんだろう。いや、あるんですよ、助動詞って。助動詞だと思ってますか、我々は普段。思ってない人が多いから、上のクラスとかでやっても、助動詞の何々って言っても、なんで助動詞なんですかって質問がいっぱい来る。受け身とか進行形とかの時に出てくる、実はあれが助動詞だよとか。おー、いい、さすが。さすがいいとこ、いいとこついてますね。3つ。あるいえ、もう匠さんほぼほぼ B 動詞が、はい、B 動詞と3つありますから。 B 動詞、いや3つ全部言っちゃって、 B 動詞と、はい、Do はダメなの。 Do もそうです。 Do とあともう1個当てたいな、何だっけ、もう受け身進行形、似てるやついるじゃないですか、助動詞なのに形変わるやつですよ。レイとかは形が変わらないけど、こいつらは形が変わるっていう。もう出ないですねこれ。え、ハブだよ、ハブ、ハブ動詞ですね。じゃあ B、Do、ハブ、この3つは第一助動詞、形が変わる。すげえ勉強になった。笑ってきちゃった。ということで、おい。ということでした。シャリキ。ありがとうございました。シャリキさん。はい、どうでした。シャリキリ。シャリキリ。シャカリキ。お。いや。お。メンマかなとも思ったんだけどな。